さんでルックブックをやっていきたいと思います。はい、エビノさんキメキメです。今紹介してるのはトップスなんですけど、このトップスフードがついててなんかテレテレ坊主みたいですね。はい、ダボっとしてわざとこうやってインした感じできると可愛いですね。秋っぽいなって思います。でも意外とフードが思ってたよりも小さかったなって感じなんですけど、まあお値段の割には全然ありですね。このトップス2478円だったんですけど、結構いい感じですよ。はい、このムートンとパンツは1個前のシーンの動画でも紹介したやつなんですけど、めちゃくちゃ可愛く秋っぽくちょっとダボっとした感じでモテを狙っています。完全に決めてますよ。スクショタイムですよ皆さん。着替えてきます。どんな感じになるでしょうか。2コーデ目はこちらです。超心っぽい感じですね。私こういう感じの服装ドストライクに好きなので、いつも大学行く時もこういうかっこよくしてるんですけど、ただちょっと思ってたよりもズボンの丈が短いなっていうのはあったんですけど、合わせ方によっていろんな着方できると思うので、こうやって出してきても可愛いですね。トレーナーは大きめに着た方が可愛いですからね。グレートレーナー着ておけば女の子はみんな可愛くなります。これそうそうそう、肩がこうやって落ちてるのが可愛いんですよ。私トレーナーは肩がどこまで落ちるか選手権をやっているぐらい肩落ちが大好きなので。靴のクレジットはこちらです。はい、私は CN35 にしたんですけど、結構ヒールも分厚くてめちゃくちゃ可愛いゴテゴテな靴になっています。お値段4699円とかなりちょっとお高めですよ。今取ったカバンのクレジットはこちらです。こちらですね、1452円でカラーはブラックのみですね。ゴールドチェーン系のカバンめっちゃ好きなんですけど、中を開けると長い時用っていうのかなのやつもついてるので、ショルダーで持てるよっていう感じです。ちゃんと内ポケもついててチャック付きなので分別できますよってやってます。次に着替えます。寒いって言ってます。アウター、このアウターはめちゃくちゃ一目惚れして私すぐカートに入れました。 M サイズを購入しましたね。クレジットこちらです。3658円でアウターが買えるなんてなかなかないので、これめっちゃ可愛いですよ。襟を立たせてきても可愛いし、折ってきても可愛いし、こんな感じでね、あざとく着てもいいんじゃないですか。ポッケがこういう感じでボタン付きの大きめのポッケになってるので、すぐ手を入れられる感じではないんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。ニットも大きめでめっちゃいいですねこれ。ただそう、こうやってさ、アウター着るとガバってなっちゃうから、着るアウターによっては結構腕というか脇のところがモコモコしちゃいますね。スカートのクレジットはこちらです。1556円で S サイズ購入しました。 XS があったらなお良かったかなっていう感じなんですけど、 S サイズでも全然ベルトつけたら大丈夫だと思います。色味がめちゃくちゃ可愛くて、ザ女の子みたいな、どっかデート行く時とかはこういうコーデいいんじゃないでしょうか。4コーデ目着替えてきます。4コーデ目がこちらです。いやー可愛い、このコーデなんか超あざとくて可愛くないですか。靴を選んでますが、はい、どっちにしようかな、こっちって感じですね。ぺったんこ靴でいっぱい歩きそうだし、動物カラーみたいな感じの洋服ですから、動物園に行きたいですねこの格好して。カバンのクレジットはこちらです。これ2色展開だったんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、めっちゃ広くて携帯もすっぽり入るし、多分ね、ちっちゃいサイズのペットボトルも入るぐらいの大きさでした。チェーンも自分で長さ調整する感じですね。はい、そしてトップスのクレジットはこちらです。一番私好きかもしれないぐらい大当たりでした。超可愛い、結構重たいんですけど、開けてきても可愛いし、こうやって前止めてあざとく着ても可愛いと思います。モデルさんは開けてきていますが、ぜひこうやって1枚でも着てみてください。スカートのクレジットはこちらです。超可愛い、これもサイズ S サイズでちょうど良かったです。これね、見てわかる通りスリットが入ってるんですよ、こうやってスカートに。超可愛いですよね。早速次のコーデ選んでますよ。5コ
コーデ目かな、着替えましょう。こちら5コーデ目です。このコーデのテーマはサイレント。私本当にサイレントのドラマ好きすぎて、川口春奈さんの衣装とかすごい好きで、もう超それを真似しました。ブーツもね、暖色系にしましたよ。このダボット感がめちゃくちゃ好きです。私いかがでしょう皆さん。このトップスこうやって V ネックになってて超絶可愛い。 S サイズでこんな感じのダボダボで着れます。ただちょっとこうやって、わかります？透けてるんですよ、後ろが。だから、インナーで着るものは気をつけてくださいね。US5.5 ですね。22.5 ぐらいの方は US5.5 で、ちょうどいいぐらいです。2色展開あったうちのカーキにしました。パンツはこんな感じで、ボタンがついててめっちゃ可愛いやつなんですけど、クレジットこちらです。S サイズですね。ちょうどいいです。可愛い。これ手話できるように私頑張りたいです。はい、次のコーデ選んでます。こちらです。お、またガラッと雰囲気が変わりそうです。チャックが開いてますがお楽しみに。はい、6コーデ目はこちらです。靴も選んで、あ、急に近寄ってきましたね。あ、靴の紹介です。靴はこちらCN36 にしました。なんかやっぱ靴によってサイズの大きさが違うんですよね。だからよくサイズ表を見ることをおすすめします。女子で行く遊園地コーデみたいな感じですね。キッキャッキャ言って楽しいんですよね。イメージをしてこのコーデ組みました。はい、今アウター着たんですけど、アウター着るならこういう感じのちょっと革っぽいの着るとまた締まりますね。これ意外とお値段高くて4263円ということで、シーンさんの中ではちょっとお高めな方なんですけど、高いからこそやっぱりめちゃくちゃ質感いいしね、超可愛い、デザイン性がいいです。お、帽子を取りました。この帽子も前回のシーンの時に紹介したやつなんですけど、芸能人ハットですね。これは私の中では勝手に可愛くないですか。スカートも黒、ジャケットも黒、帽子も黒、黒と緑で締めたコーデにしてみましたが、かわいいですね。この緑のトップスは S サイズで2323円、クレジットこちらですね。ショート丈になっててめちゃくちゃかわいいです。こういうやっぱショート丈なので、アウターもショート丈で、ショートショートで合わせるとスタイルよく見えるので、ぜひ皆さんも真似してみてください。ボタンはあるんですけど、ポッケはない。はい、次のコーデいきます。ボタン開いてるよ。次のコーデはこちらです。はい、この靴本当に万能なので、どんな服装にも合いますから。あ、この茶色いカバンを持つことによって、なんかお姉さんっぽいというかね、すごい大人っぽくなりますね。はい、こちらのカバンのクレジット、じゃじゃん、こんな感じなんですけど、ブラウンとブラックがあって、ブラウン選びました。何ですか。はい、あ、急に網が出てきました。この網私めちゃくちゃ欲しくて、コスメ道具とかを洗った時に干す用のネットみたいな感じで飛ばされないよみたいな、こういうね、メイクブラシを一緒に入れると飛ばないからどこでも干せますよね。このブラシもシーンさんのやつです。1,2,3,4,5 本入りですね。223円は安すぎるんじゃないですか。で、このカバンすごくて、中が機能性抜群で、こうやってセパレートになってて、真ん中にも見てわかる通りチャックがついてるんですよね。チャック開けるとこんな感じで、荷物多めな方とか細々したものが多い方とかはこういうバッグだとすごい助かりますね。続いてトップスのクレジットこちらです。これはもうモテニットでしょ。めちゃくちゃこういうさ、首が締まったタートルネックっぽいニット、めちゃくちゃ小顔に見えて好きなんですけど、さらにショート丈で超スタイルよく見えない。これこうやって髪の毛を結ぶと本当に小顔効果抜群なので、タートルネック着るときは髪を結ぶが必須です。はい、こんな感じでシーンさんのコーデ紹介終了します。
クーポンコードはこちらです。 SGFHEART。 このクーポンコードを使うと5999円までお買い求めいただいた方は 15% オフ、6000円以上の方は 20% オフになります。このクーポンは12月31日まで使えますので、ぜひたくさん使ってください。ということで今日の動画はここで終わりです。ありがとうございました。